お世話になっております。かずみです。4月15日は韓国の総選挙投票日ですね。ムン大統領には、ぜひとも、どんな手を使ってでも、政権維持の結果を出していただきたいですね。日本の多くの国民は応援していますよ。そんな韓国政府に、アメリカ兄さんが、米防衛費分担金の引き上げを要求したそうです。それを知ってか、例のあれ検査キットを優先し、輸出、尻尾を振っているようです。今回のお題、アメリカが在韓米軍駐留費を引き上げ要求。韓国政府は検査キットを優先輸出で媚びを売る。韓国人の反応を紹介します。韓国メディアの記事によると、アメリカのエスパー国務長官は国防部のブリーフィングで、韓国政府は前年比最小 13% 引き上げ案を提示しました。最近ロイターの報道についての質問を受けて、国務省が交渉を主導しているだけに、国務省に渡さだろうしながらも、私は彼の私たちの立場が何なのかについては非常に明らかになったと述べた。彼は、韓国は私たちの近く信頼される同盟という私の見解はまだ維持されるとし、彼らは豊かな国だ。彼らは私たちの相互防衛とその特定の防衛に役立つとなるため、より支払うことができ、より支払わなければならないと強調。エスパーマイ国防長官は14日現地時間終盤、トランプ変数で妥結に至らなかったことが知られている。第11回韓米防衛費分担金協定 SMA と関連し、韓国は豊かな国と防衛費をより必要と改めて圧迫に乗り出した。この日、偶然にもドナルド・トランプ米国大統領が要求された韓国製診断キット60万回分量を乗せ、航空機が米国に出発した。ハリス駐韓米国大使は、ツイッターを使って、韓米同盟は強固であり、外交部に感謝すると明らかにした。このように、米国から防衛費分担金の増額圧迫があった日、私たちの政府は、韓米同盟の次元で、韓国製診断キット60万回分量を優先的に米国に輸出した。外交部は、米国食品医薬品局 FDA の事前承認を受けて、輸出契約が終了した3社のうち2社の診断キットが15日未明貨物機を介して米国に出発したと述べた。米国は確定者が60万人に接近しており、死亡者も2万3000人を超えた。診断キットはもちろん、手消毒剤やマスクなど防疫用品が不足している状態だ。先にトランプ大統領が先月24日、ムン・ジェイン大統領との電話通話での診断キットの支援を要請しており、3週間で輸出が行われたものである。トランプ政権高官は、我々は韓国が米国のテストの確保をサポートするのに対し、アメリカ人をサポートするために感謝すると伝えた。エスパー長官の発言は、米防衛費分担金協定が先月末、暫定妥結手順まで入ったが、終盤、トランプ大統領が拒否し、最終合意に至っていない状況で、韓国の追加増額を圧迫するものと解釈される。韓国側も出すことができる最大値の金額を提示しただけに、劇的な勢い設けなければ、交渉漂流が長くなる可能性が高い状態だ。合意が遅くなり、在韓米軍内の韓国人労働者4000人は、今月1日から強制的に無給休職に入った。政府は、私たちの予算でこれらをサポートする内容の特別法の制定を進めていると伝えています。例のあれ騒動を米防衛費分担金の話と絡めて、負けてもらおうという浅はかな考えなのでしょうか。どうにも分かりやすい記事にアメリカ兄さんが乗るわけないじゃんって、まあ国内向けガス抜き記事だと思います。皆さんはどう思いますか。それでは韓国人の反応を紹介します。防衛費上げと、トランプが米外交で暴言を繰り返したから繰り返し、決裂するのである。保守政権が反中親米になったら言葉も出ない状態に。診断キットは、診断キット。防衛費は防衛費なのに、あえて2つを絡めるのはなぜですか？しきりにアピール、何なのか？みんなが困難な災害時に政治的交渉とか、伝染病害2、
どの世を急変するかわからないのに。もし米国がワクチン開発できたら、私たちは防衛費払えば優先的に輸入してくれますか？診断キット何百も輸出して防衛費増減効果なければ、さらに損害が拡大する。トランプがいる限り防衛費の減額は難しいようだな。次は何を材料に込めるのだろうか。いかがですか？皆さんはどう思いますか？今後もカズミは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見をコメントで教えていただけると嬉しいです。ご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。